宇宙人、田中太郎は、長年安成作のギャグ漫画、及び、それを原作としたアニメゲーム作品。月刊コロコロコ,ロコミックの1998年8月号から2004年9月号、及び、別冊コロ,コロコロコミックの2000年6月号から2004年8月号まで連載されていた。単行本は全14巻。当初は読み切り作品だったが、 読者から好評を博し連載されるようになる。2004年次回作のミラクルボール連載の決定と共に終了した。最終回のラストは太郎と高志の別れという形で締めくくられている。連載初期の同作品扉にはこの漫画はアニメ化、ゲーム化、映画化を目指します。というコピーが書かれていた。単行本一巻の発売決定時にもアニメ化、 ゲーム化、映画化はまだですが、単行本化は果たしました。と書かれた。なお、このコピーは、映画化以外はいずれも実現している。1話につき1問、霊霊がしているコマを探そうといったクイズが出題されていた。回答は、雑誌掲載時は、最終ページに、単行本では刊末に全話まとめて載せられていた。第45回小学館漫画賞受賞。 ある日地球の小学校に生徒としてやってきた宇宙人、田中太郎が、高志たちを巻き添えに、大騒動を巻き起こす。以下5名はいずれも原作漫画には登場しない。ハイパーコロコロとコミックがあった総刊号に掲載された番外編。太郎たちが中学生となっていること以外は特に、設定は変わっていない。コミックスでは、第2巻のその6、その7に収録。 2000年4月17日から2001年3月30日にテレビ東京系オハスタ内で放送された全24話原作のエピソードがアニメ化されているが中学生編のエピソードも含まれているまた前述の通り原作には存在しないアニメオリジナルキャラクターも数人登場する2007年1月11日から6月21日まで 東京 MX にて30分番が放送された。2009年4月から9月まで、おはスタ内で伝説のアニメセレクションの一環として再放送された。YouTube の小学館集営者プロダクションチャンネルにて第1話のみ無料配信されている。ありがとうございます。